温度が大体のところまで上昇したんで、次は、鉛を掃除します。これはただの炉を掘り込んで溶けたところを見計らって火をつけると。これで、中に、鉛の中に含まれている不純物が上に上がってくるし、必要なのが中に溶け込むというらしいんだけどね、その辺はよくわからないけど、これをすると綺麗な鉛ができる。消えたところで、このポットの中の掃除をするのと、中に浮いてきたいろいろな不純物を、よいしょ、これなんか鈴とかなんかいろいろとごちょごちょ出てくるらしいんだけどな、その辺は記憶にない。ただ単にゴミは取り除かないと綺麗なものができない、ただそうなのかな。不純物、不純物、よしよしよし、これで綺麗な鉛ができました。およそ 4% アンチモン、それができたところで、玉を成形するモードを温める。こんなもんかな。あ、もうくっつかなくなったので多分これで大丈夫でしょう。温度がまだちょっと上がってないけども、630度くらい、多分大丈夫だな。熱すぎるみたいですな。熱すぎる場合は冷やしてやる。よいしょと。冷やすためには濡れたペーパータオルでちょいちょいちょいと冷やして、で出来がまだザラザラだね。ザラザラな時は温度が高すぎる。よいしょ、これで まあのあれだ。うん、もう少しかな。熱いうちに戻しとくと。よし、なんかこれが止まりが悪いので調整してと。よいしょ、これはまあまあの形になってたかな。それをこれでパス。
これが、もうザラザラになったところで、OK。動いてる間はダメで、動かなくなったら、これは慣れだね。これで、あ、ちゃんと流れてるな。さて、玉の形は斜めだになってきたね。とざらつきあるけど、まだ見えんかな。たまにざらつきあるのは温度が高いせいで、あ、これの温度が高いせいで調整必要でしたね。よし。